熊野は、脳を代表する曲の一つである。作者は、ゼアミ。全築の著書、株随脳記』に遊ぶやの記述がある。北流では、ユノや。平家物語の巻き獣、街道家の場面から発展させたと考えられる。作中で、自分と同じ名前だとして、熊野権限、今熊野を挙げている。つまりは、北流以外では、主人公の名は、熊野だと思われるが、 本校では、ゆやとおに読みする。ドラマチックな展開を可能とする素材を扱いながら、対立的な描写を行わず、春の風景の中、主人公の心の動きを緩やかな過程で追う。いかにも脳らしい脳として、古来、熊野将風に、米の飯と称賛されてきた。時は、平家の前世紀、脇の威勢の良い名乗りで幕を開ける。胸森には、愛称熊野がいるが、 その母の病が重くなったとの手紙が届いた。弱気な母の手紙を読み、熊野は故郷の遠い海国に顔を出したいと胸りに願う。だが、胸盛はせめてこの桜は熊野と共に見たい。また、それで熊野を元気づけようと考える。熊野の心は母を思いうつうつとしながらも、道行きに見る春の景の姿にも目を喜ばせる。やがて牛車は、 清水寺に着いた。花見の宴会が始まり、一方熊野は観音堂で祈りを捧げる。やがて熊野は呼び出され、自分の女主人としての役割を思い出す。胸盛に勧められ花見の一座を喜ばせようと、心ならずも熊野は桜の頃の清水を叩いながら、舞を舞うが、折りやしく、紫が花を散らす。それを見た熊野は、 いかに千との春も惜しけれど、慣れし東の花や散る乱の歌を読む。胸森が前半を読み上げ、熊野が後半を読み上げる。胸森もこれには感じ入り、その場で暇を許す。熊野は、関西音の苦どくと感謝し、胸森の気が変わらないうちにと、すぐさま故郷を目指し出立する。あずまじさしていく、道の。やがて安老大阪の。関の戸座しも心して。 明けゆく、後の山見えて、花を見しゃつる、仮金の、それは腰じわれはまた、あずまに帰る名残かな、あずまに帰る名残かな、熊野、檜の木書店、P 最初のページ、作者熊野、檜の木書店、P14 表面、ありがとうございます。